次、クエスチョン2ですね。またこれもどんな症例でも皮箸で治療ができますかという。皮箸というのは歯を抜かないという、矯正というとどうしても歯を抜くというイメージがありますけれども、歯を抜かないという矯正が あります。それでインターネットとか最近ネットで、集客のためもあると思うんですけれども、私はの委員では どんな症例でも歯を抜きませんと、そういう宣伝文句をしている人が多いですね。そしてそういうところにはたくさんの患者さんが、いやそれは抜かなくてもいいんだったらそれはいいと、そういうでたくさん相談に見えます。でそういう相談が来た時にはどういうふうに言うかということですね。どうしますか。そうですね、全部の症例が皮箸でできるわけではないです。ですからその時はできませんと、そういうふうに答えてください。すべての症例が皮箸でできますかっていう、歯を抜かずに治療ができますかって言ったらそれはできません、そういうことですね。はい。